すいません、ちょっとね、僕の方のカメラの、データの容量がいっぱいになってしまったんで、ここからね、ちょっとスマホの方で、撮影させていただきたいと思いますので、ちょっと角度とかね、変わってしまいますが、ご了承ください。じゃあね、僕の、何やったっけ、8位か。8位の、予想から、予想をさせていただきたいと思います。僕の、8位予想は、こちらになります。横浜 F ・マリノスになります。キーマンは、オナイユ選手になります。横浜 F ・マリノス、今シーズンね、まあ、去年ね、2桁ゴールを挙げていたエリキ選手、そしてサントス選手がいなくなってしまったっていうのはかなり大きいかなと、思うんですけども、まあ、そうは言ってもね、2019年 MVP を獲得した、長谷選手だったりとか、前田大然選手、小名優選手など、2桁を取るだけの力を持っている、日本人は、多く、いますし、まあ、あとね、新加入のエウベル選手や、レオセイラ選手、そして今年からね、10番の、背負うことになる、マルコ・ジュニオール選手が、このね、エレキ選手と、ジュニオ・サントス選手の抜けた穴をね、埋めることができるんじゃないかなと思いますし、それだけのね、前線は揃ってますので、そこにちょっと期待したいなと思います。そして、ね、新加入の岩田選手、そしてティーラーズ選手の、攻撃参加が得意な、サイドバック、2人が、前線にね、顔を見せれる回数が増えれば増えるほど、得点力っていうのは上がってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういう面ではね、まあ、去年と同じぐらいはいけるんじゃないかなとは個人的には思っております。で、まあ、攻撃をね、重視するため、ある程度ね、失点は仕方ないとは思うんですけども、まあ、去年の場合は、2019年ね、良かった、チアゴ選手だったりとか、まあ、畑中選手が、まあ、あんまり良くなかった。うん、まあ、2019年良すぎたっていうところもあるとは思うんですけども、まあ、そういう意味ではね、この2人を含めた、ディフェンスラインの、復活っていうのを、期待したいなと思います。その中でキーマン小名優選手ということで、まあ、彼はね、去年の、札幌にいた、鈴木武蔵選手のように開幕からね、得点量産してもおかしくないと思いますし、まあ、それこそね、夏に、海外移籍してもおかしくないだけの力を持ってると思いますので、まあ、彼がね、本当の意味で、開花することができれば、横浜 F ・マリノス、上位進出もあるかなと思い、キーマンに挙げさせていただきました。じゃあ我々、8予想は僕は、柏レイソル、横浜 F ・マリノスに僕はさせていただきました。はい、はい、それでは7位いきましょう。7位、まあでもでかいよね、エリキ選手な、中国やろ、エリキ、そうね、めっちゃ中国に取られるんだよ、本当に取られるわ中国に。確かにね、あ、じゃあ7位だ。7位、ごめんなさい、7位ですね。我々予想した7位は、僕はこのチームです。はい、横浜 F マリノスです。はい、まあ、昨シーズン、6位という結果で、あ、9位ですね、昨シーズン9位という結果で終わりましたけれども、今年、まあ、岩田選手やら、とかいろんな、海外の選手とかもたくさん取っていますけれども、まあ、選手層もね、結構多いんですけれどもね、今年の横浜 F ・マリノスは、フォーメーションを新しく変えております。まあ、3バックで今試してるんですけども、まあ、岩田選手の攻撃起点となってなりまして、まあ、オナイル選手や前田大然選手、そこから、ちょっと情報なんですけども、北選手がちょっと怪我でね、まあ、開幕戦間に合わないっていう情報も入ってますけど、まあ、それで、まあ、ボランチ、まあ、大井原選手とか、松田選手かな、まあ、大木原選手と、まあ、その次の選手誰がやるのかっていうのも正直開幕戦の状況で、見させていただくんですけども、まあ、今シーズン考えますと、まあ、得点数もめちゃくちゃ多かったんですけども、ただ失点数がね、ちょっと多かったっていうのもありまして、チアゴ選手と畑中選手の、まあ、調整もちょっとね、正直コンディション調整とかも結構大変なところもありましたけれども、まあ、そこも、改善できればね、まあ、
上位争いはできるんじゃないかなと思いますけれども、正直、センターフォワードを務めます、前田大然、オナユ、あと、エイゼル、エイベル。がっつり選手名か、ミリアン。あ、レオ、あ、レオだ、レオ。レオ選手など、まあ、その3枚でね、どう動くね。はい、その、まあ、3選手で、どうやって回していくのかっていうのも正直、まあ、空中戦にちょっと弱いところもあるんでね、まあそこら辺で、動けるかっていうのも、まあ正直不明なところもありますんで、まあ横浜 F マリノスは今シーズン7位と、ちょっと、アップしますけれども7位と予想させていただきました。なるほどね。はい、セシミ君買ってなかったの？いや俺あれやって、注文してまだ届いてない。何してんねん本屋行かなかったのその日？なかった。え、嘘？売り切れや。俺が欲しい選手メーカーな、俺の欲しい選手メーカーがなかったんだけど、エルゴラスは買ったよ俺いつも。エルゴラス選手メーカーで使ったのに。あ、エルゴラスあったぞ。あ、でかいやつやな、ちっちゃいやつだな。あー、そうか、ちっちゃいやつか。そのマットだよ。あ、じゃあ、僕の、何やったっけ、7位の予想をさせていただきたいと思います。僕の7位予想はこちらになります。セレッソ大阪になります。そしてキーマンは奥野選手。奥野選手が当たり前。奥野選手にさせていただきました。うん、まあね、最大の、トピックスと、なるのは、まあ、昨年ね、4位だったにもかかわらず、ロティーナ監督を、交代させたところ、これがどう出るのか、まだね多分納得してないサポーターも多いと思いますので、まあ開幕からねもし成績が上がってこないことがあれば、ちょっとね、フロントとサポーターの間でちょっと亀裂が入りそうな気がしますし、まあもっと言えばね、ロティーナ監督が清水、率いてると思うので、その清水が、セレッソよりも上の順位にいることがあれば、ちょっとまたねそこで恐ろしいことになるんじゃないかなと思いますので、そういう面ではねちょっとね怖いなと思いました。またね、まあ、去年ね、4位ではありましたけども、なかなかやっぱ得点力っていうところが、ちょっと悪かったかなと。まあ、9得点かな確か、一番得点が。確か、出てこない。メンデス選手の9得点が1位だったと思うんです。まあ、そのね、得点力を補うために、まあ、2019年、K リーグ、得点王のアダム・タガード選手を獲得し、またね、去年 J2、金沢でルーキーながら全試合出場して、得点も13得点取った、加藤睦月選手を獲得するなど、まあ、得点力はね、去年より、上がるような、気がしております。しかし、守備の要であった、ユニチ選手、が抜けてしまったのはかなり、痛いんじゃないかなと個人的には思っていて、まあ、その代わりにね、そう、デサボト、デサボト選手もいなくなったのも痛いしですけど、まあ、その代わりにね、チアゴ選手だったりとか、まあ、神戸に、ね、いたダンクレー選手、札幌から、新藤選手、などを獲得しましたが、やっぱユニチ選手の穴っていうのはそんな簡単に埋まるもんじゃないと思うので、まあ、この今言ったダンクレー選手だったりとか、新藤選手、まあ、チアゴ選手はまだ、これでない。ダンクレー選手、チアゴ選手がやもんで、そういうところ考えると、ちょっと、守備の面で、苦労するんじゃないかなと思っております。で、その中で、キーマンに挙げさせてもらったのは奥野選手。まあ、ほんとね、奥野選手、いろんなポジションを、やっていて、前線もやりゃ、中盤もやりながら、本当に、どこのポジションでも、できるので、まあ、チームとしては本当に欠かせない選手かなと個人的には思っております。怪我人が出てもね、その後この選手が、ほぼ埋めてくるので、まあ、今シーズンもね、まあ、昨シーズンもすごかったですけども、今シーズンも、そういう面で、活躍に、期待したいなと思い、キーマンに挙げさせていただきました。はい、じゃあ我々7位予想したチームは、僕は横浜 F マイナスで、僕はセレッソ大阪を挙げさせていただきました。はい、じゃあ続いて6位を行きましょう。あ、やべ、喧嘩ちょっとね。いや、でも水星だからいいか。水星やったら終わりやと思うよ、これ。なぜ書いてやってたか、俺の。ひどいわ、タラベッチ。じゃあ、これ、こう書こうと思ったらさ、刺さってる。刺さっちゃった。あ、そう。だから、わざとかもしれない。6位かぶるんちゃう？
次6位じゃない、6位、もうだってこっからは確率やぞ。6位一緒にあげようか。ちょっと待ってよ、そうやって言うってことはもうかぶったな、もしかして。ちょっと待ってよ、いいよ、今通りでいい、後でパッてあれしない。そうやな、まあ、そうやな、よし、行こうか、じゃあ。じゃあ、我々6位予想したチームは、僕、挙げさせていただきます。6位は、このチームです。はい。サンフレッチェ広島です。はいはいはい、はい。サンフレッチェ広島、昨シーズン、9位、8位という結果で、得点力は、48得点、まあ、失点数がちょっと多かったのと、あと、試合、まあ、試合数、まあ試合、勝ち点ですね、勝ち点まあ12勝9敗、12敗、まあちょっと五分五分みたいな感じですけれども、まあそんな、チーム力も変わってなくて、まあ多くの選手を残留しておりますし、まあまだまだ発展途上のところもありますけれども、まあ空中戦に強かった、レアンドロ・ペレイラ選手、今年ガンバ大阪の方へ移籍しましたけれども、まあそこから、横浜あ柏レイソンにいた、ジュニオロサントス選手を、広島の方へ完全移籍したところで、空中戦に強いかな、強いね、あ彼は強いと思う、そういうところもありますし、あと森島司選手の、まあ、動きとか、あと柏選手、まあ、浅野選手とかもね、そこら辺の起点になる選手とかね、あと、まあ、今まで3バックやってたところもありますけども、まあ、4バックの方も、試し試しにやってるみたいなんでね、まあ、失点数も、ちょっと下がってきまして、得点力がね、改善できれば、まあ、上位争いいけると思いまして、今回は6位とさせていただきました。 OK です。じゃあね、僕の6位予想、僕もね、田辺と一緒で、サンフレッチェ広島を挙げさせていただきました。キーマンはね、ジュニオル・サントス選手ということで、まずね、昨年チーム得点王であるレアンドロ・ペレイラ選手が、ガンバ大阪に移籍ということで、まあ、得点力ところで不安視されていたんですけども、代わりにね、去年、横浜 F ・マリノスで、2桁、ゴールを挙げていたジュニオル・サントスを、獲得することができたので、まあ、穴はね、埋めれたかなと思いますし、まあ、この選手はね、ここで打開することができるので、苦しい試合展開でも、点を取り、流れを引き寄せるだけの力を持っているので、そういうところをね、期待したいなと思います。まあ、広島ね、どちらかというとチームで得点を取るイメージはあるんですけども、やっぱり個の力っていうのも、重要になるんじゃないかなと思いますので、まあ、このね、ジュニオル・サントス選手が入ったことによって、またね、サンフレッチェ広島の、攻撃力っていうのは、何倍にも、攻撃力っていうのは上がるんじゃないかなと思っております。もっと言えばね、個人的には、今年移籍した、ガンバ大阪に移籍した、レアンドロ・ペレイラ選手よりも、ジュニオ・サントス選手の方が点を取るんじゃないかなというふうに期待していますので、うん、そういう面もね、ちょっと、見ていきたいなと思いました。また、サンフレッチェ広島、スタメンがほぼ、固定のイメージがありましたので、まあ、昨年はね、過密日程だったので、コンディションとかを維持するのが難しかったかなとは思うんですけども、ね、まあ、今年はね、まあ、過密日程だと思うんですけども、まあ、昨年以上のね、過密日程にはならないと思いますので、まあ、そういう意味では、いい状態で試合に挑めそうな気がしますので、そういう意味ではね、順位上がるような、気がしております、はい。また、問題なのが、センターバック、3バック、去年多く、起用していたと思うんですが、そのセンターバック3人が、ほぼね、佐々木選手、荒木選手、野上選手の3人で回していたので、まあ、怪我とかね、あった時にちょっと不安かなというのを個人的には、あって、まあ、そんなね、怪我があった場合に、まあ、甲府から新加入してきた今津選手だったりとか、この、代わりの選手がね、どれだけその3人をの穴を埋めれるかっていう、怪我がもしあった時に埋められるかっていうのが、まあ、サンフレッチェ広島の上位進出につながるんじゃないかなと個人的には思っております、うん。そして、先ほどもね、話出しちゃいましたけども、まあ、キーマンはね、ジュニオ・サントスということで、まあ、さっきね話したんで、まあ、ここはそうだね、うん、いいね、だから彼がどれだけ、ね、点を取ることができるかっていうのが、もっと言えば、重要な場面で、なんていうの、
接戦とかね、接戦、うんうん、チームにこう、0対0とかでこう、うん、均衡してるときに、うん、やっぱりそこで点を取れるかどうかっていうのがかなり、順位に、順位変わりそうな気がしますので、うん、まあ、そういう意味でね、ジュニア・サントス選手を、キーマンに挙げさせていただきました。はい、じゃあ我々6位は同じ2人とも同じのサンフレッチェ広島、広島です。はい、じゃあ5位いきましょう。5位、5位はね、このチーム、あと残っとんどこよ、どこや、あとね、名古屋、川崎、ガンバ、FC東京、 FC 東京一緒や、残っとる5チームだけど順位だから、そういうことだよね。そうだから、だからもうこっから5位、もうだからはっきり言って6位から上は、うん、残っとんの一緒なの、残っとんの一緒、一気に書く、もう、いや、いいよ、いいよ、面白いで、その、あ、じゃあ、そ、ちゃうわちゃうわちゃうわ、んあれやろ、あ、そうやろな、6位からもう一緒やったよね、6位から一緒や、そうなんや、おもろい、だからちょっと聞いてしようか